では VIP たちがその地位にふさわしい形でもてなされたようだ。実に独創的だな。2年前のアルゼンチンの畜産危機や前世紀にイギリスで起きた恐竜病を思い出す。確かに動物を殺すのは難しいことじゃない。問題は廃棄だ。何百万頭分の腐乱した死体をどうしたらいい。そこで政府は考えたわけだ。電柱は私たちを始末し分解することで環境負荷をほぼゼロにしている。まさに理想的な方法だな。
へ突入せよ。全てはバイオマス処理システムに関連している。目的は何かって、これは想像もつかん。深いか。だが非常に興味深い話だ。フローク発動。フローク発動。